はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。サスペクツルーム、続きをやっていこうと思います。さあ、大黒さんのお家をね、家宅捜索できるようになったところからでしたね。これね、ぼやぼやしてると海外逃亡するっていうのが分かってるので、ちゃんとここで証拠をつかんでいかなければ。やっていきましょう。はいはい、あれ、マノさん、どうしたんですか？僕たまたまパーティーの合間に戻ってきただけで、すぐに出なきゃいけないんだけど。大黒明さん、裁判所より捜索差し押さえ許可状が出ています。本気で言ってる？はい。まったく、警察も懲りないな。何も出てこないよ。ほんと勘弁してくれないかな。マノ、こいつと話してる暇はねえぞ。あれ、君刑事だったの？そういうことっすね。ねえ、パーティーの時無料でビジョン見てあげたじゃない。こういうのやめてもらうように言ってくれない？そうだ、君がお金持ちになれる必勝法を教えてあげ。結構です、俺には必要ないんで。でも君には内での小槌が見えているんだよ。手を伸ばしさえすれば君の懐にガッポガッポと。グダグダ言ってねえで、そこをどけ。令状出てるんだぞ。ちゃんとね、しっかりしてますね。では鑑識の皆さん、よろしくお願いします。はい、では始めさせていただきます。ウーパー、こっちも始めましょう。おうよ、合点承知でい。さあ、何があるかね。まあ、お風呂場で最初死んでたからね、そこのあたりに行けたらいいなと思うけど、いきなりあったね、大理石の浴槽。え、リビングにお風呂があるの？風呂というよりはジャグジーですね。水着を着て入るのでリラックスできるプールみたいなものです。さすがお金持ちの家、こんなの初めて見た。はいはい、そんなこともある。まあでもね、すごくね、近いよね、あのリビングとね。落ち着かなそうだけどね。クリスタルの着物、あ、これ SNS で見たやつだ。なんだろうこれ。これはクリスタルなんです。素敵でしょ？かなり高かったけど、店ですっかり一目惚れしてしまってね、買って大満足ですよ。気づきました？実はこれ、七福神の大黒天がモチーフでね、僕の名字の大黒とも合ってるし、そこにも運命を感じちゃったんですよね。話はどうでもいいんだけど、なんかこの着物気になる。最近どこかでこの着物見たことがあったような。はいはい、まあただどうつながってくるでしょうね。時間系のアリバイかな。はい、そしてテーブル、4人用のダイニングテーブルだわ。最近はもっと大きなものを買おうかなって考えてます。投資家仲間が集まる時とかはちょっと手狭になることが多いんでね。はいはい、まあ普通そうですけどね。隣に行けない。隣はどうやって行くんだ。まあ先に床行こうか。鑑識の人たちが何かを採取しているわ。あ、念のために言っておきますけどね、もし小金井くんの髪の毛や指紋が見つかっても僕を疑わないでくださいね。え？そりゃあそうでしょう。僕と小金井くんはずっと親しくしていましたからね。うちにだって何度も来たことがありますよ。痕跡なんていくらでもあるでしょうしね。髪の毛が見つかってもそれを理由に疑うことはできなそうね。はいはい、まあね、それはそうかもしれないけれどもだ。さあ、横はガレージだったみたいですね。リビングからガラス窓越しにガレージが見えるわ。外に出なくても車に乗れるから楽なんだ。それにいつでも愛車を眺めることができるしね。あー、眺められるっていうのは作ってる人いるかもしれないですね。人間ってのは変なことを思いつくんだな。オイラには理解できないぜ。こっちは大体調べられたな。マノはどうだ？はい、私も大体見られたと思います。よーし、署に戻って親分に報告だ。うん、まあ何があったかぐらいでしたね。こうなったら出国を少し早めた方が。あ、そうだ、大黒さん、一つ教えておきたいことが。何でしょう？一般的な話ですけど、
本気で容疑が固まったら、どこの国にいようが手配されて身柄は引き渡されます。そうなったら、どんなにお金を持っていても、占いもどきのパフォーマンスをやっても何の意味もないっすよ。占いもどきって、小芝さん、ステージ上で乗せられたことよっぽど悔しかったのね。そんじゃ失礼しますね。ね、キリッとしてますね。ちょっといつもの感じとギャップがありますね。戻りました。ただいま。お、お疲れ。家宅捜索はどうだった？はい、ちょうど大黒さんが在宅していたので立ち会いながらいろいろと調べました。令状が出てるって分かったらかなり焦ってたぜ。ビジョンを見てあげたじゃないとか言って俺にまで泣きついてたな。完全に無視してやったけど。ステージの時の意趣返しはできたみたいだな。で、何か新しいことは分かったか？はい、報告しますね。これが今回捜索した大黒さんの家のリビングです。見ての通りかなりの大豪邸ですね。広いリビングにジャグジーにガレージ、高そうな置物か。いかにもって感じだな。その置物ですが、実は見た時からなんか気になっていて、最近どこかでこれと同じものを見た気がするんですよね。言われてみればそんな気もするな。これじゃないの？取り調べの資料にあった。ああ、それだそれ。大黒さんの SNS 投稿。思い出したわ。確か事件当日の昼にアップされたものよね。これアカウント見たら大黒って書いてありますね。大黒さんでしたね、きっとね。まあそのまま大黒さんで行こうかな。腹黒いだろうしね。こいつを事件当日に買ったことは裏が取れている。それを部屋のテーブルに置いてたのか。で、何か奴が事件に関わっていることを示す痕跡はあったか？それが正直難しいんですよね。指紋や毛髪は鑑識の方たちが調べてくれているんですけど。大黒さんが言っていたんです。小金井さんは何度も家に来ているから指紋や毛髪くらい見つかるだろうって。ああ、いつの痕跡かわからないと意味がないってことか。はい、手強いですよね。こっちの方では一つ興味深いものが上がってきたよ。見て、プランクトン検査の結果。プランクトン検査って何でしたっけ？人間は溺れると肺や気道に水が入る。その水に含まれるプランクトン成分を調べる検査。あ、やっぱりちょっとの水でね、海水じゃないってことが分かったのかな。検査結果をサンプルと比べると溺れた場所の推定に役立つ。へえ、溺れた場所が分かるんだ。それで小金井さんから採取された水のプランクトン成分だけど、検査の結果、遺体発見現場の海水の成分とは明らかに違うことが分かったの。はい、まあね、お風呂場なはずですもんね。でも水道水のエリアまでは絞れないよね、多分ね。きっとね。どうなんだろう。それってつまり、いろいろと分かってきたな。よし、ここらで情報を整理するか。さあ、推理パート2回目ですね。さっき篠宮が大事なことを言っていたな。プランクトン検査の結果だ。はい、小金井さんから採取された水のプランクトン成分は遺体発見現場の海水の成分と違ったそうですけど、それはこれまでに得たあの証拠と矛盾しています。プランクトン検査の結果と矛盾する証拠を見せよう。はい、何があったかな。まあ落雷で死んだとかそういうあたりかな。検視結果が検視結果はどうなのかな。海岸で落雷を受け死亡したと推定される。だからね、海岸じゃないっていうことがね、分かればいいんだけれども、死亡のね、検査結果かなと思いますけどね。はい、検視結果でいってみましょうか。はい、当たりですね。この検視結果です。
でも検視結果ってもいろいろ書いてあるぞ。どこが矛盾してるんだ？矛盾しているのは検視結果にある。はい、まあ死亡した場所、死亡した時間、死亡時の天候、まあ天候は関係ないかな、場所かな。小金井さんが死亡した場所です。小金井さんから採取された水の成分は遺体が発見された海の成分と違っていました。つまり小金井さんは現場の海で死んだのではないということになります。そうなると話が全く変わってくるぞ。海でサーフィンしていた時に落雷にあって感電死したという前提が覆るな。でも小金井さんが死亡したのが海じゃないなら一体どこなんだ？確証はありませんが可能性が高い場所が一つあります。小金井さんが死亡した場所は、はい、まあ大黒さんの自宅でしょうね。大黒さんの自宅です。確かに当日の監視カメラに車が映っていたのを考えても可能性は高そうだ。車の映像ありましたもんね。ただ大黒さんの自宅って言っても広いよな。自宅のどこになるんだ？もし大黒さんの家で小金井さんが亡くなったとするなら、考えられる場所は一箇所しかありません。それは小金井さんが死亡したと思われる場所を伝えよう。はい、もうこれはね最初に映像で見てますからね。浴槽ですね。そう、大黒さんの家の浴槽で死亡した可能性があります。この浴槽に水が入った状態で小金井さんが感電死させられたとしたら、遺体の肺に残された水の成分はもちろん現場の海とは一致しないことになります。ああ、だいぶ繋がってきたな。さあ、この状態で取り調べできるのかな。まあ、推理を組み立てながら取り調べって感じになりそうだけどね。これで大黒を引っ張ってこれないすか？いや、この証拠だけではまだ厳しいな。海で死んでないと分かっても大黒の自宅で死んだとまでは断定できないだろう。もっと確実な証拠が必要だ。あともう少しなのに。ちょっと待って、鑑識からメール来た。これは何か分かったのか？ビッグニュース。大黒さんの部屋から発見された髪の毛や指紋には小金井さんのものが多数含まれていた。そしてこのクリスタルの置物からも小金井さんの指紋が検出された。確かにね、これ当日だからね。さらにもう一つ、小金井さんの肺から取れた水の成分だけど、都内で使われている水道水の成分と完全に一致することが分かったの。まあ都内って言っても広いからって言われそうですよね。ビンゴデイ。これなら大黒を引っ張ってこれますよね。はあ、完璧な証拠と言えるだろう。これから大黒をもう一度取り調べる準備を始める。マノ、頼んだぞ。はい。まあいけそうですね。手強い相手だったけどなんとかここまで来れた。次の取り調べで大黒さんの嘘を全て暴いてみせる。さあ、なんてぐらいで詰められるかな。大黒さん、何度もお越しいただいてすいません。それは別にいいんですけどね。今度は一体何なの？この前全部話したはずだけどな。どうしても大黒さんに確認したいことがありまして、ご協力願えませんか？まあ言ったな。真野さんにそう言われたら断れないな。何なりと聞いてください。余裕ぶってられるのも今のうちだ。真野、思い知らせてやれ。はるか、負けるな。大黒さんを追い詰める証拠は揃っているはず。やってみせるわ。はい、行きましょう。まあね、観察しなくてもいいと思うけどね。真相に迫る。でもただ観察するがあるってことは観察しといた方がいいから。いつもより大黒さんから緊張感を感じるわ。今回呼ばれた理由は分かっている。
とでも言いたそうね。結構ライフがね多いですね。行きましょう。大黒さん、あなたは先日の事情聴取で事件当日小金井さんには会ってないとおっしゃいましたよね。ああ言ったよ。その日は昼に銀座で買い物してからずっと家に一人で。それ嘘ですよね。嘘なんて人聞きが悪いな。証拠でもあるのかな。もちろんです。大黒さん、これが何かわかりますよね。ああ僕のお気に入りの大黒天のクリスタルじゃないか。実はこちらからある意外な人物の指紋が検出されたのです。なんだって。それはこの人物です。はい、小金井の指紋ですね。亡くなった小金井聡さんの指紋です。だからどうしたっていうの。そりゃ長い付き合いだから何度か家に来たことはあるよ。まさか真野さんはそんなことで僕を疑っているわけ。冗談もほどほどにしてほしいね。いえ、冗談ではありません。確かにあなたの家で小金井さんの指紋が検出されるのは不思議なことではないですが、このクリスタルの置物だけは事情が違うんですよ。それってどういう。ああ、この様子気づいたみたいね。この指紋がつくとすれば事件が起きた当日しかありえない。証拠だってあります。この指紋が事件当日についたものである証拠を大黒さんに見せよう。はい、まあ SNS にね時間がねあったっていうことですかね。大黒さん、これに見覚えありますよね。クリスタルの置物を買った時の SNS 投稿です。投稿日は事件当日、この日に間違いなく買ったと店から裏も取れています。そして小金井さんの指紋はこの置物から採取されたものです。事件当日に購入したものに小金井さんの指紋があった。それが意味することはただ一つ、あの日小金井さんはあなたの家にいたんです。いいぞいいぞ、お風呂のやつダメージを受けてるみたいだぜ。よし、この調子で追い詰めていくわ。さあ、インカムで相談。まあ相談しなくても多分今のところは大丈夫。でもさ、今の話って何か意味があるわけ？あのクリスタルを買った店に小金井くんも来ていて、たまたま触ったことがあったかもしれないじゃないか。たまたまってそんな偶然ないとは言い切れないでしょ。それにそもそも小金井くんが死んだのは海岸なんでしょ。だったら僕の家は何も関係ないじゃないか。あ、話をつないでくださった、優しいですね。確かに小金井さんの遺体は海岸の砂浜で発見されました。当日は雷注意報も出ており、実際に付近で落雷もあったことから、サーフィン中に落雷を受け海に落ちて亡くなったものと思われていました。僕もそのように聞いていますよ。事実そうなんでしょ。いえ、実はそうではないという証拠が新たに見つかったんです。何ですって。亡くなった場所は海ではありえないという証拠、それはこれです。持っている証拠を大黒さんに突きつけよう。はい、これはプランクトン検査の結果ですね。最近の鑑識はすごいですね。大黒さん、こちらの水をご覧ください。何ですかそれは。これは小金井さんの肺から採取された水です。この水をプランクトン検査した結果、なぜか成分が都内で使用されている水道水と一致しました。海で亡くなったならその場所の海水と成分が一致するはず。つまり小金井さんが亡くなった場所は海ではなかったのです。あと半分ですね。よし、聞いてるみたいね。さあ、そのまま真相に迫っていきましょう。だが現に小金井くんの遺体は海岸で発見されたのでしょ。ええ、それも間違いありません。だったら、実は
それらの状況から説明がつく答えがたった一つだけあります。小金井さんの遺体は、はい、小金井さんが死亡した後遺体はどうなった、はい、誰かが海岸まで運んだですね。自然に海岸まで移動した、すごいですね。誰かが小金井さんの遺体を海まで運んだのです。身に覚えがありそうだ。とはいえ真野さん、海まで運んだって言っても誰がどうやって。小金井君は大柄だし、普通に運ぶのはかなり大変だと思うけどな。これまでに見つかった証拠から考えられる方法は一つしかありません。それは、はい、小金井さんの乗用車、第三者の乗用車、電車、まあ、電車はないですね。はい、で小金井さんの乗用車だった気がしますね。小金井さんの乗用車です。現場の海岸には小金井さんの車が乗り捨てられていました。第三者が小金井さんの遺体を運んできたものと考えられます。それを裏付ける証拠がもう一つあります。監視カメラの画像です。この2枚は大黒さんの家の近くで撮影されたものです。どちらにも小金井さんの車が映っています。撮影された時間は、左が事件当日の22時、右は当日の3時です。普通に考えれば左が行きの画像、右が帰りの画像ということになりますが。違うの？はい、では画像を拡大してみましょう。運転席のシートを見てください。こちらが行きの画像、運転席のシートは後ろに倒れていますね。そしてこちらが帰りの画像、もう気づきましたよね。先ほどの22時の画像と比較すると、運転席のシートがかなり前に出ています。おそらく運転しているのは小金井さんより身長の低い人物なのでしょう。ちなみに小金井さんの身長は185センチあったそうですが、大黒さん、あなたの身長は私とほぼ同じ161センチ程度ですよね。もう準備は整ったわね。次で決めるわ。はい、真相に迫りましょう。大黒さん、もう言いたいことはわかりますね。あなたが小金井さんを殺害したのです、あの自宅で。あなたは小金井さんを自宅で感電死させた。おそらく場所はジャグジーの浴槽でしょう。そして小金井さんの車に死体を乗せた後、あなたが運転して海へ行った。その時に車のシートの位置を調整した。このままだと大黒さんは身長的に運転しづらかったから。運転してすぐに監視カメラに姿が残りましたが、気づかずそのまま海岸まで移動し、車から小金井さんの遺体を下ろして砂浜へと遺棄したのです。これでどう？まだ一つ何かありますね。仕方ないな、認めるしかないですね。ええ、真野さんの言う通りですよ。あの日、確かに小金井君はうちに来ていました。お、ついに認めたぞ。ちょっと待って、まだ話が続くよ。あの日、久しぶりに会おうかということで、彼がうちに来て一緒にお酒を飲んだのです。でも、残念なことに僕は酔いつぶれてしまってね。目覚めた時には、小金井君はもう帰宅していたんです。その後、ニュースで彼が亡くなったことを知って驚いた。というわけなんですよ。クリスタルの置物を彼にも見せたから、指紋はその時についたものかもしれないね。じゃあ、殺人は？そんなことするわけないじゃないですか。変に疑われるのが嫌だったので、今まで黙っていたんです。それなら、小金井さんの肺にあった水は？ああ。都内の水道水だったって言うんでしょ。
でもそれが僕の家のものだって言えますか？僕の家の近くにだっていくらでも水道あるんですから。いやーね、そこね気にしてたんですよね。小金井くんが僕の家に行った後どこかに寄ったかもしれないですしね。あと監視カメラだってそうですよ。背が160センチぐらいの人なんて他にもいますし、もしかすると小金井くんがほんの気まぐれでシートの位置を変えてみたのかもしれないじゃない。まあ本人が亡くなっているからもう確認することはできませんけどね。こいつ、イケシャーシャーと。はるか、こんな話嘘っぱちに決まってるよ。私もそう思う。でもそんなのどう証明すればいいの？で、何でしたっけ？僕が殺して遺体を海まで運んだ？いや、警察の人っていうのは想像力豊かなんですね。そんなミステリー小説みたいな話、現実にあるわけないでしょ。そんな。恐れていたことが起きてしまったか。班長！俺たちが証明できたのはクリスタルの置物に小金井が触れたことだけ。殺害まで立証できたわけではない。家で一緒にいたことは認めつつも殺害は認めないと。とっさにいい判断をしてくるな。さすが凄腕の投資家ってとこか。言ってる場合ですか？これからどうすれば。落ち着け。奴のペースに飲まれてどうする。いいか、こういう出まかせを繰り返す相手との対峙は準備した証拠が尽きてからが本番だ。奴が犯人なら必ずどこかで隙が生まれるはずだ。そこまで粘り強く会話を続けるんだ。わかりました、やってみます。はい、まあじゃあどれから行きましょうね。ハッタリかましてみましょうか。まあハッタリにハッタリはちょっとね、向こうが手強そうだからね、怖いけど。大黒さん、小金井さんから採取された水ですが、今鑑識がさらに詳しく分析しています。そうすればあなたの家の水道水であることまではっきりとわかるでしょう。白状するなら今のうちですよ。マノさん、そんなつまらないハッタリなんてやめてください。水が誰の家のものかなんてわからないんでしょ。わかるならとっくに僕に言っていたはずですよ。読まれてる。はいはい、まあ脅しはあんまりよろしくないかもしれないから泣き落としてみましょうか。大黒さん、そろそろ白状してくださいよ。私だって疲れてるんですし、大黒さんも早く終わらせたいですよね。キャラ変わってるし。そう言われてもね、僕だってやってもいないことをやったっていうわけにはいかないんですよ。やっぱりこれじゃあダメよね。はい、まあ全部やってみるのかな。脅す、いや警察が脅しちゃダメだと思うんだけどね。大黒さん、早く白状しないととんでもなくひどい目に遭うかもしれませんよ。何をするつもりですか。おい、マノ、いくら吐かせたくても脅迫と見られる言動はまずいぞ。そうでした、すいません。ダメだ、これ以上大黒さんを追い詰める材料がない。絶対大黒さんが犯人で間違いないはずなのに。もう終わりですか、マノさん。じゃあそろそろ僕を解放してくれませんかね。こいつ、勝ち誇りやがって。いやー、しかし今回はひどい目に遭いましたよ。人生って何が起きるかわからないものですね。まあ、マノさんはそんなに気にしないでください。無実だと分かってもらえればいいので。そんな残念そうな顔しないでって、なんか悪いことしたみたいじゃないか。そもそも僕を疑うなんて最初からありえないんだよ。動機がないんだから。ファンドに資金があれだけ集まったのも小金井くんの人脈があってこそなんだよ。周りは僕たちを口論したとか喧嘩別れしたとか好き勝手言ってたけどさ、ちょっと軽口を叩き合った程度のものなのに。マノさんだって友達とそういうことあるでしょ。大黒さん、気分が良くなったのかすごく饒舌に喋ってる。もしかしてだけど、今大黒さんをうまく乗せられれば何か情報を引き出すことができるんじゃ。
はい。いやー、そうだな、まあおっしゃる通りですかな。じゃあってことは、そうですね、大黒さんのおっしゃる通りです。そうでしょう、そうでしょう、真野さんもそう思うでしょう。大体さ、天罰っていうのもビジョンで見えたからで本気で思っていたわけじゃないんだよ。だから小金井くんが死んだって聞いた時はショックだったんだから。本当だよ、いくらなんでもかわいそうすぎるよね。あんな痛そうな傷を首に受けて死ぬなんてさ。そんな残酷なこと僕にできるわけないじゃないか。この野郎、ここぞとばかりに言いたい放題。はるか、言い返せ。首のことをね、言いましたね。ちょっと待って、今考える。あれ、さっき大黒さんなんて言った。やっぱりおかしいわ。どうしてそんなこと知ってるの。さて、そろそろ帰ってもいいかな。もう十分でしょ。いえ、それはできません。なぜならあなたは小金井さんの死に関して重要なことをご存知のようですから。大黒さん、あなたは先ほど。大体さ、天罰っていうのもビジョンで見えたからで本気で思っていたわけじゃないんだよ。だから小金井くんが死んだって聞いた時はショックだったんだから。本当だよ、いくらなんでもかわいそうすぎるよね。あんな痛そうな傷を首に受けて死ぬなんてさ。そんな残酷なこと僕にできるわけないじゃないか。と、このように言っていました。ああ、言ったと思うけど。だからどうしたの。あなたのその言葉、絶対におかしいんです。はい、あんな痛そうな傷を首に受けて、これがおかしいですね。あんな痛そうな傷を首に受けて。大黒さん、なぜあなたは小金井さんの傷が首にあると知っているのですか。それは、そうだ、新聞かニュースで見たんじゃないの。ほら、ワイドショーとかでもやってたし。いえ、それはありえないんです。なぜなら警察はその情報、検視結果の詳細を公表していませんから。何？それなのにあなたは小金井さんの首に傷があったと知っている。ではあなたが見たあんな痛そうな首の傷とは一体どこで見たものなのでしょうか。教えてください、大黒さん。いや、その、違うんだ。それはそのビジョンっていうのはなしですよ。ビジョンでは具体的な内容はわからないと言ったのは大黒さん自身ですから。考えられる答えは一つしかない。あなたは小金井さんを電気によって殺害した。その時に見たんです、彼の遺体に残された首の傷を。なんでだ。まあ喋っちゃいましたからね。そこがなければちょっとはね、あがけたかもしれないのに。最初は軽い気持ちで投資をしてみたんだ。そうしたら驚くような大金を手にしてね。ビギナーズラックかと思いきや、その後も嘘みたいに儲けが出て、僕の周りには投資の助言を聞く人でいっぱいになった。周りから持ち上げられて調子に乗った僕はファンドを作った。最初はうまくいってたんだ。でも動かすお金の桁がどんどん大きくなっていって、気がついた時にはもう後には引けなくなっていた。まあそこそこ初めからね、才能あったってことなんですよね、きっとね。最初は小さな嘘でごまかしたんだ。でもその嘘をごまかすために新たな嘘をついて、もう嘘なのか本当なのか自分でもよくわからなくなってしまった。大黒さん、私からの取り調べは以上になります。あとは所轄が引き続き取り調べを行います。これからは
ちゃんと正直に話してくださいね、大黒さん。まあでもなんで殺すところまで行ったかっていうのがちょっとね、やっぱりね、わからないね。まあたまたまだったのかな。数日後、連日どのニュースも投資家殺人事件の話題で持ちきりっすね。時代の寵児とか言われてよくメディアで持ち上げられてたからな。そんな人が殺人事件の犯人とくれば世間は放っておかないですよね。マノの取り調べの後、大黒は人が変わったように無口になったようだが、所轄の取り調べで素直に自供している。ほぼ読み通りの犯行だった。それで動機は分かったんですか？どうやら小金井さんに脅されていたらしいな。小金井さんの出資金をすぐに返金しなければファンドで行われている違法行為を世間に公表するって。あ、違法行為やってたんですね。違法行為って？虚偽の運用実績による出資金詐欺だ。奴のファンドの運用成績はほぼデタラメだったらしくてな、実態はまるで利益が出ていなかったらしい。え、でも配当金は出ていたんですよね？そう、だからそれを隠すために投資で集めたお金を運用せずにそのまま分配していた。当然ファンド内の金は減っていく。だから焦って新規の出資を募っていた。資金繰りが苦しいって噂があったけど本当だったんだな。そんなことをバラされたら一巻の終わりだと思った大黒は、嘘の儲け話で小金井さんを自宅に呼んだ。マスコミに貼られているから黒ずくめで変装してこいって指示してな。小金井さんは出資したお金が戻ってくると思って大黒の家にやってきたってわけだ。それが罠とも知らずに。そういうことだったんですね。それにしても大黒さん手強かったよな。ついつい言葉に乗せられそうになるし、改めて考えても恐ろしかったですね。それをああやって追い詰めたんだから魔野の粘り勝ちだ。見事だったぞ。よし、今日は俺のおごりだ。魔野は好きなもん食え。え、いいんですか？ああいいぞ。この間買わされた本のこともあるしな。マジっすか？じゃあ俺カレーとナポリタンとオムライス。おい、魔野だけって言っただろ。朝飯食べ損ねたからめっちゃ腹減ってるっすよ。ごちそうさまです。ホットケーキとプリン、メロンソーダはさくらんぼ2つ。チーフ、ごちそうさま。話を聞け。水木、甘いものばっかりなんだね。脳みそを使ったから糖分補給。じゃあ私は卵サンド、あとデザートに小倉トーストとぜんざいを。お？あら、みんなお揃いね。なんだか楽しそうじゃない？所長、今日は班長のおごりらしいっすよ。しかも遠慮しなくていいらしいっす。おい、ほんと？榊原くん気前いいじゃない。じゃあ私はいつものちょうだい。はい、全部のせスペシャルクリームパフェですね。榊原くんはどうしますか？コーヒーブラックで。なんか胃が痛くなってきたな。トイレに行ってくる。大丈夫か親分、ブラックコーヒーの飲みすぎじゃないのか？はい、引き際はねすっと終わりましたね。はい、おしゃべりな嘘つき、ここまでですね。はい、タイトル画面に戻ってきました。というのも一番初めのね配信の回でお伝えしましたが、このサスペクツルーム配信制限がありまして、配信できるのは今の3章までとなっております。だいたいね章が終わったら次のね予告が出るんですけれども、ちょっと今回もまたね、あの章が進んだだけあってちょっと厳しそうな、なんか難しそうな事件だなっていう感じのね予告が流れてました。いやー、気になる方はぜひぜひサスペクツルームお手元に用意して遊んでみてくださいませ。では私の実況はここまでとなります。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。
今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた他のゲームでお会いできたら幸いです。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。